はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編、第10章ですね、やっていきたいと思います。とりあえずこの村ではやることはないかな、例によってそのまま10章に行きましょう。10章、望まぬ再会。黒竜扉を越え白夜王国に囚われていたアクアを仲間にした一行は、港町にたどり着いた。だがそこにも白夜王国の軍が迫りつつあったと。まあ、白夜結構進出してきてますね。望まぬ再会、これはまた白夜の王族と戦うのか。そうすると港町ディア、なんか弓の左の方に弓の施設っぽいのがあるんだけど、城壁がちょっと壊れてる。やっと港に着いたな、ミカミックス。ここから船に乗ってノートルディア公国に向かうぞ。もうすぐフェリシアが船を手配してきてくれるはずだ。そうか、フェリシアに手配させて大丈夫か。では船の手配を待つ間、みんなで少し休めとしよう。特にアクアは慣れない地での旅で疲れているだろうからな。そうだな、旅もそうだと思うが、エリーゼ様はアクア様のことがすごく気に入られたみたいで、いつもあれこれ話しかけているのを見るから、そちらの気づかれの方も心配だけどな。確かにそうだ、エリーゼはおしゃべりだからな。まるで今まで本当の兄弟として過ごせなかった時間を取り戻そうとしているようだな。見ていてとても微笑ましい。本当の兄弟として、すまない、ミカミックスには白夜側にも兄弟がいるのに、今のは無神経だったな、許してほしい。いや違うんだ、気にしないでくれ。俺が気にしているのはそう、この前のアクアの態度。エリーゼとアクアは本当に実の兄弟なのか。ん、どうしたミカミックス。すまん、なんでもないんだ。うん、そうか。あ、フェリシアが戻ってきたぞ。あんなに息を切らせてどうしたんだ。まさか白夜軍に見つかったか。おお、見つかったっぽい。大変です、この港に白夜王国の軍勢が迫っているそうです。白夜王国の、それは本当なのか。はい、常駐している兵士さんから聞いたので確かな情報です。白夜兵を何とかしないと海に出ることはできません。どうしましょうミカミックス様。迎え撃て。戦うしかないな、そうしなければ父上の命は果たせない。でも、でも、この前の白夜兵との戦闘では龍馬兄さんや匠と会うことはなかった。だが今度こそあの日裏切ってしまった。俺の本当の兄弟たちが向こうにいるかもしれないと思うと、ミカミックス様、戦いを避けるというのも立派な選択です。嫌な予感がするのなら、このままアンヤ王国に戻りますか。いや、そんなことしたらまた父上に処刑だとか言われんだろう。いつか戦わねばならないのなら、逃げていても何の解決にもならない。それにアンヤ王国側に着いた時に覚悟は決めていた。俺は逃げないですか。わかりました、では戦闘準備をするようエリーゼ様たちにも伝えておきます。ああ、よろしく頼む。本当の兄弟としての時間か、俺にとってそれは。おお、来た、すんげえいっぱいいる。匠じゃないか、匠最強なんだよな。うわ、風神弓を持っている。こんなかっこいい弓だったんだ。裏切ったあんただけは、あんただけは倒す。僕がこの手で撃つ。おお、やべえ、レーザービーム食らうぞ。あれは匠、あの軍を率いていたのは匠だったのか。だがたとえ相手が匠であろうと、この港は守ってみせる。白夜王国軍をこの国に入らせはしない。町を守るっていう話だったっけ。違うような気がするんだけど、アンヤ王国軍の軍勢は港に布陣するようです。迎え撃つってわけか。まあ当然だろうね、あいつらがおとなしく逃げるはずがない、望むところだよ。はい、ですが人数はさほど多くありません。これなら勝つことはたやすいかと。そうだね、けど油断は禁物だ。あの裏切り者のいる国には負けたくない。絶対に僕たちが勝つ、白夜王国こそ正義なんだ。マジか、勝つにはたやすいとか言われちゃったんだけど。
ユニット選択、ハロルドが出てない。まあこれでいいか。よし、いくぜ。11ターン緑色エリアを防衛。え、マジ？どういうこと？ここに攻め込まれたら終わりってこと？村があるな。いける。あと、ここが？魔導砲台。なるほど。いろんなのを駆使しろってこと？弓砲台。こういうのってさ、弓使い入れてた方がいいの？弓砲台。おお、いけるいける。こういうのでどうかな？当たった。フェリシアがね、多分意外に魔力高いくないし、魔導砲台使えねえし、なんでだよ。魔法が使えるユニットじゃないとダメってこと？じゃあ、こいつだな。ああ。ここでどうだ？あれ。こういう感じで。14。で、サイラスは結構防御が硬いから、こっち行くでしょ？あそこにも弓があるな。あと弓使えるのって誰だっけ？弓使えるのってゼロしかいなかった気がするんだけど。主人公はちょっと右から行くか。モズメも右から連れて行こう。で、魔導砲台はそこの1個しかないか。フェリシアは回復役で左。こいつは右。で、こいつが左で、アクアをどうすっかな。アクアここら辺で、歌って、もう一回弓を打とう。よし、これでいこう。完璧の作戦だ。くらえー！ミスった。こっちから来るか。うわ、防壁が破られる。結構敵の数は多いな。やばいな、これ本当に迎え撃った方が良さそうかな。こいつこっから来るな。しまったな、主人公。アクア多分やられると。あれ、なんか村占領されてるぞ。大丈夫か？弓放題で、倒せるやつを倒していこう、まずは。ほら、プッと。で、ここは、多分、ヒットミット50か。これ、ここに入ると、だってどうなる？訪問。あんやと白夜の戦闘？この町も巻き込まれるのかい？しょうがないね。収まるまで、私たちは家に隠れてるよ。教えてくれてありがとう。俺にこいつを渡しておくよ。おい、やった。マスタープルーフ手に入れた。ありがとうございます。で、こいつは一応、じゃあ、ちょっと町を訪れて。なんと、この町が戦争になるというのですな。確かに外の、家の外は危険。すぐに門を閉ざしましょう。お教えくださりありがとうございます。お礼にどうぞこちらを。さ、カーネティニーだ、やった。教えてくださりっていうかさ、見りゃわかんだろ、もうこれ。明らかに戦闘が行われてるし。くらえー、よし、これフェリシア倒そう。いいね。くらえ、3。弱いけど、なんとかなるっていう。モズメ弓とかって使えんのこれ。使えねえし。やっぱ弓が使えるやつじゃないとダメなんだ。モズメちょっとじゃあ下に置いといて。歌って。どうだ、倒せるやつを倒しとこう。くらい。オッケーオッケー。主人公もちょっと下に行くか。一応回復役としてここら辺に置いとこう。あ、いてててててて、やばいやばいやばい、アクア。おおおお、つ、敵強えっていうか、マジかよこれ。突破されるぞ。うお、あ、びっくりした。敵が来たかと思った。いや、助かる助かる。白夜王国相手に苦戦してるみたいね。めっちゃ苦戦してるよ。仕方ないから助けに来てあげたわよ。お前は誰だ？敵ではないようだが。はあ、まさかミカミックス様、私のことを覚えてないっていうの？覚えてねえよ、お前なんて。あんたほんと最低ね。ひどい。ちょっとベルカ、あんたからも何か言ってやりなさいよ。お前も誰だ？お前もひでえな。第一声でいきなりそんな。そりゃそうだろ。お前たち本当に一体何者なんだ？お、来た。ダメよ。カミラお姉様。あなたたち、いくら急ぎなさいと言ったとはいえ、主君を置いて先に進むだなんて。姉さん。
間に合ったのね、よかった。どこも怪我はない？痛いところは？嫌な思いはしてない？嫌な思いしてるよ今みんな攻撃食らいまくって誰か戦死者が出そうなんだよ。カミラ様聞いて、カミラ様、ミカミックス様ったらひどいのよ。王城であんなに見てたのに私たちのことを覚えてないっていうの。いや、お前のことはあんまり見てないよ。物陰から見てたのに白状者。よしよし、ルーナ、ベルカ、忘れられてて寂しかったのね。でもミカミックスに悪気はないの、許してあげてちょうだい。ミカミックス、紹介するわね。この子たちは私の進化、ルーナとベルカよ。2人ともとっても強くて可愛くていつも私を守ってくれているの。そうか、すぐに思い出せなくてすまなかったな。だが姉さん、父上からの任務はもう終わったのか？え？私の任務はマークスお兄様とレオンがお父様に内緒で引き受けてくれたの。だからここは私も一緒に戦うわ。あなたを傷つける者はみんな私が殺してあげる。ね、姉さん、ちょっと怖いんだが。でもありがとう、そちらのルーナとベルカもな。仕方ないわね。あたしも頑張ってあげるわよ。皆殺し。白夜の手の者は皆殺し、それが神皆様のご命令。おお、3人来た。よし、これだいぶ戦局が楽になるな。まずゼロは死にそうだからかなりやばい。で、弓兵はやっぱりここだな。弓放題ここで狙ってプスッと。でフリーズ使いてっちゃ使いてはモズメでどれくらい減らせられるかだよな。ちょ、これはいい。10か、10はきついな。絶対無理でしょう。絶対無理だね。ベルか、何こいつ、剣か。こいつをここに置いて、でモズメで援護をやりっても倒せないか。投入するか自分を。くらえ。こいつ相変わらず無双できるな。右上自分だけにすればよかったかな。で、いや、アクア死ぬのはかなり勘弁だから、フリーズじゃなくてライブで行って、で射程2から攻撃してくるんだなこいつら。オッケーオッケー。お、なんとかの霊状を手に入れた。で歌ってゼロを回復させよう。壁があとどれくらい持つ ?16 か。もう一発でやられちゃうかな。ライブでゼロを回復と。あとモズメはどうしようかな。一応援護役としてここら辺に置いとくか。で左はね、多分大丈夫な気がするんだよねこれ。攻撃、まあ、わざわざ壁を壊すこともないからな。魔導砲撃とう。くらえ。ポコーン取ってこいつで攻撃すれば OK。 3 相変わらずの弱さだな。この2人は飛べるから斧と魔法か。魔法が使えるのか。切り込み、壊す。いや壊さないよ。よし、サンダーがいける。くらえ。あいたたたた。あ、痛くねえわ。食らってねえや。こいつも一応ちょっと右の方。うわー、やっぱり弓兵がいるわ。弓兵はかなり危険だからな。オーディン、ちょっとこっちに行くか。あそこ弓兵に取られたらかなり痛いな。これでいいかな。うわー、取られた。あいたー。5。3。1。よしよしよし、多分いけんなこれ。出るか。無駄。よーし、モズメをレベル上げたいけど。うわー、城壁が壊された。やばい、やっぱりアクア狙ってくるか。あいつモズメで倒して。てかさ、魔導砲もう役に立たなくね。うわ、また敵が来たぞ。こっから魔導砲狙えるの？だって、あ、狙える。くらえ。で、こいつモズメだよ。モズメ、モズメ届かないってことは、こいつでぶん殴って、でこいつでぶん殴って、ほら、よーし。
回復薬を持ってきたいけどな。こいつがどう来るかだな。ここの壁もういらなくないか。で、OD もちょっとこっちの方に参加させよう。弓兵はいない。右にしか。自分をやっぱ前線に出そう。よーし、こいつここで壁だな。あとレベルが低いやつ、こいつ意外にレベルが低いな。 OK で、ヒットポイント減ってるやついるか。あっちだな、連れてこう。まあ、最悪フリーズを使えばいいわけか。で、弓放題でこいつら狙ってプスッと。で、歌って、で、ちょっともう一回弓放題を使おう。こいつ弓効くの、もしや弓特攻。うわあ、なんでミスるんだよ、よりによって。マーシナリー、ちょっとここ地に置いとこう。どこでも援護できるように。やばいやばいやばい、うわやばい、やっぱり特攻だなこれ。7、よし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 、倒した。来たか。うわぐわ、やっぱりこの弱さ。おお、すっげえ来るな、どんどん来んな。これワンサカ来るぞ、これマジ戦死者が出る。モズメ倒せるか。よし、 OKOK、 ようやく5レベル。いやーいいね、上がり方がいいね。でもで回復させよう。カミラ、カミラ姉さんいきなり死ぬのは勘弁だからな。で魔導砲撃つだろう。ここだ、3人魔導砲。ミスったかー。アクアが減ってるな。フェリシア無理か。傷薬で回復するか自分を。でこいつは、あ、倒せない。まあいいや。アクアちょっと、やっぱり自分で回復だよな。届かないもんな。そうだな、届かないな。サイラスでこいつを倒して、よしよしよし。いや、カミラ姉様でこいつを攻撃するか。いや、射程2で行こう。いいね、サンダー。よし、カミラ姉様かなり強いぞ。で弓放題でこいつらをもう一回狙おう。くらえ、プスッと。でアクアはちょっと一瞬下げて自分で回復を。いや待って待って待って、こいつを復活させて回復してもらおう。その方が多分経験値効率が良さそうだな。でペリシアのライブで回復させて。ヒットポイント少ねえなアクア、マジで。一応こいつ飛べるけどな、死ぬ可能性があるからな、あんまり突出しすぎると。で OD もちょっとここら辺に行くか。これでいいんじゃないか、とりあえずは。狙ってきたか。だがうおー、下げられた。天魔武者やっぱり攻めてくるな。うおー、くるくるくる。今何ターン目だよ、何ターン目だかすらわからない。1。モズーメちゃんがな、ちょっとこいつやばいな。うわー、そうか、あっちから弓兵がとにかく来るのか。サンダー大丈夫だよね、これで突破されたってなったらかなり最悪だからな。魔導砲台いけんじゃない、くらえ。いいね、魔導砲台強い。こいつで誰を回復させるんだっけ。ゼロだな。で自分はちょっとやっぱりここにいた方がいいから、ちょっとぶっ倒して、
で、ゼロでこいつを攻撃して、さらにこいつはここで、違う、こいつをこっちにやって、こいつをここで回復、でこいつやっぱここ陣取っとこう、少し傷薬を使うか。あいつの防御力なら多分大丈夫だな。で弓放題でこれいけるっしょ。いいね、強い。モズミ下に持ってこよう。でこいつここで壁にしよう。でこいつで援護をかけられる状態にして、こいつヒットポイント1だからもう倒そう。ほら、よーし、赤ようやくいくつだ、4。お、上がる上がる上がる、いいねいいね。あと減ってるのは春祭りで回復させとくか、まあ、少しでも回復させた方がいいからな。 OK、 無駄1、やばいやばい、死ぬ死ぬ、オーディンが死ぬ、来るか。あいつは完全にあれだな、狙いに来てんな。うわ、城壁が壊された。マジか、突破されたか。あれ、なんだ、牛脈使ってきたぞ。え、なになになに、おー、水がなくなった。侵入されるかこれ。とりあえず魔導放題でこちらをやって、主人公どうだろうな、訪問、戦の噂は聞いていましたが。そうですか、この町まで戦場に。わかりました、家の門を閉じ外には出ないようにいたします。あの、こちらお知らせくださったお礼です。逆コンボどうなんだろうな、微妙な感じもするけどな。で、ちょっとこいつ攻撃しないとまずいよな。くらえくらえ、オッケー。よし、でこいつちょっと弓兵がいるからかなり危険だな。こっちに行くか、すぐ攻撃ができるように。でこいつは回復させたいけど、とりあえずゼロだな。普通に攻撃した方がいいんじゃないかこれ。あれ、ここに来て、そうだよな、くらえ、オッケー、12レベル、弓し。あとはこいつがな、やっぱりね弱いんだよね。くらえ、で回復させて、どうしようかな。アクア下にやると確実に危険だからな。主人公3発多分耐えられるよなこれ。ドラゴンナイト左に持ってくるか。こいつも回復したいからちょっとエリーゼを再動かけて、でライブと。よし、だいぶ持ち直したな。オッケーオッケー。でこいつやっぱ取られたくないからな、ここに陣取ろう。こんなもんでいっか。だから3、3お、めっちゃシカトしてきた。うわー、くるくるくる、お、めっちゃ来たよ。とりあえずこいつでこいつをぶっ倒して、でカメラ姉さんで攻撃して、 OK。 でこいつは魔導放題、ここだ、来るから、くらえ。いいね、強いね。でちょっと弓をここでぶっ放すと、あれ、なんでブブーなの、くらえ、14で、こいつは倒せんだろ一発で。でこいつ復活させての、
あ、弓砲台こっち撃てんじゃん。くらえー、いいね。オッケーオッケーオッケー。で、こいつをぶっ倒して。よしよしよし。ようやく10レベルか。魂がや。なぜか技が上がってくな。まあもう完全。ちょっと倒せっかな。倒せんね。よしよし。で、フェリシアをちょっとこっちに持ってこよう。オーラ、オーラ、オーラっと。で、モズメちゃんもちょっと持ってこよう、こっちに。で、こっちは攻撃がいけるはず。オッケー、殲滅完了。あと右からめっちゃ来てんな。ここ行けねえし。今の状態だと無理だ。あそこまで行く余裕がない。どんだけ敵いるんだよ、あそこ。こいつ少し下げとくか。こいつここのガード役だな、やっぱり。来たか。うわっ、エリゼ狙ってきた。やはり狙えるやつ。あ、そうか、あれか、川がなくなったんだ。忘れておったよ。主人公持ってくか、右へ。ここに待機して弓砲台でこいつらを食らえ。ミスったかー。まあいいや、もうちょっともう一回歌おう。でもう一回弓砲台を使って食らえ。よし。でこいつ誰倒そうかな。自分で回復をさせて、でこいつをぶっ倒さないといけないから、ほい、レベルアップ。全然上がらない。サイラスどうだ、いけるか。いや、こいつを派遣するか。いや無理だな。もう一旦待たせるか。そうすると、じゃあ回復させよう。ライブ、ほい。で、左のやつらはとりあえず魔導砲台だな。くらえ。で、カメラ姉さんでこいつをぶっ倒して、でこいつで一体ずつ倒していくか。鉄の斧か。やっぱり若干の命中力の低さがあるな、ドラゴンナイト。切り込み、あまりいらないんだけどね、切り込みって実際。痛い。5か、結構食らうな。3くらいだと助かるんだけど。うわ、やばい、サイラスが死ぬ。クソ、エリーゼ狙われたか。うわ、これはどうする。マジでやばいぞ。とりあえずカメラ姉さんはこっちに持ってきて、で、魔導砲台はこいつを狙って。7か。もう一旦ちょっと待つか。そうするとサイラスやばいぞ。モズメ、こいつを倒してくれ。 83% 当たれ。よし、よくやった。で、こいつは倒す。こいつを、よし。で、この天魔虫はどうなんだ。あれ、モズメも上がった。いいね、まだ大丈夫だな。もう一旦持つな。で、こいつらまだ大丈夫でしょう。なんでこっから狙えるな。よし、くらえ。で、あいつは適当に撃つか。そうするとこいつがかなりやばいな。投げ棒かよ、よりによって。どうする。こっからは攻撃できないから。いやー、弓はこっからだな、やっぱり。クライプス6。主人公やっぱこっちに持ってこう。で、サイラスは下げて、
自分で回復だな。で、エリーゼもちょっと自分で回復しないとまずい。で、こいつここでいけっかな。全然いけねえし。射程1か。ここら辺を封鎖しとこう。こうだな、そうすると。で、読み放題でまたこちらを狙うと。ゼロどうしよっかな。ゼロじゃないし、これゾーディンか。ここら辺来たか。うわニュックス、マジ食らう。アークが狙った、やっべえ。1ナイス壁役。うわマジか、来たよ。よし、とりあえずエリーゼがなんとかなったからな。アクアが死ぬ。モズメでこいつを倒して、かけない。で、下の弓兵は、ちょっとこいつに任せよう。イエーイ、食らうな。よし、こいつはこいつで、一応、倒せなかったけど、食らわなかった。危ない。で、OD もこいつを狙おう。OK。で、こいつはもうこっちだな。まあ、死ね。よし。いやー、やっぱりね、これ主人公めっちゃ強いわ。で、今何ターン目だよ、マジで。アクア回復させないとな。ほい。で、こいつらって2体 ?1 体こいつ攻撃しないと、てか、あれだな。普通に外れたら死ぬな。で、お姉さんで攻撃して、いや、外しやがった。で、両方外しやがった。ふざけんな、こいつ。あ、何これ。自分も当たんの?ひどいんだけど。よし、持ち直した。こいつはやっぱアクア食らうな。ちょっとアクアの食らう位置はやばいからな。エリーゼ復活させて、でエリーゼはエライブで回復と。いやー危険だったな、本当危なかったな。でこいつここら辺でいっか。あと誰、あゼロか。一応弓はね、あ主人公食らっちゃうんだよねこれ。そうするとこうだな、プスッと。無駄無駄。やっぱ防御力大事な。防御力強いやつはね、こう、安心感がある。あー、とりあえずクリアした。右下の村行けなかったけど、しょうがない。撤退しろ、もう。こんなに被害が出ては、これ以上の進行は不可能か。いいか。この戦は、お前たちの負けだ。お前何強気になってんだよ。今すぐ港から兵を引いてくれ。おとなしく従うというのなら、お前たちの命は保証しよう。完全に上から目線だな。それはお優しいことで。野蛮なアンヤ王国軍のセリフとは思えないね。アンヤ王国の人間が皆野蛮な輩だと思わないでくれ。俺たちは無抵抗な相手の命を奪うような真似はしない。何けどあんたは何の罪もない白夜の民を死に追いやった。そして僕たちから母親を奪ったんだ。卑劣な野蛮人と一体何が違うんだよ。あら黙って聞いていれば失礼な子ね。今の言葉撤回してちょうだい。さもないと。いやいいんだカミラ姉さん、匠の言うことはもっともだ。はそうだよ、お前さえ来なければ白夜王国は平和だったんだ。母上も民たちもみんな死なずに済んだ。みんなうくどうしたんだ。あ頭が痛いのか匠。大丈夫。お、なんだ。触るな。汚らわしい暗夜王国の者がこの僕に軽々しく触れるな。特にこれで勝ったと思うなよミカミックス。龍馬兄さんはすでに虹の賢者によって力を手に入れた。あんたたちが束になってかかっても絶対に叶いはしない。
それに僕だってもっともっと強くなる。僕をここで殺さなかったこと必ず後悔させてやるからな。完全に悪役のセリフだな。匠、うん、放っておきましょう。ミカミックス、所詮は敗者の負け惜しみよ。それにマークスお兄様だって虹の賢者様より力を得ていらっしゃるわ。白夜王国軍こそ私たちにかないはしない、そうでしょ。あのね、それより敵を追い返したからやっと船を出せるみたいだよ。早くノートルディア公国を目指そう。船の中では私が肩でも揉んであげちゃうよ。ありがとうエリーゼ。そうだな、今はとにかく父上の命を果たすことが第一だ。白夜王国軍とはいずれノートルディアでも戦わねばならない。いちいち思い悩んでる暇などないんだな。エリーゼに肩揉んでもらったところで非力そうだからな。というところで、まあ、3人仲間が来てかなり助かって、まあ、10章乗り切ることが、できましたので、じゃあ次回またやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。